浜マ美モミは、アリ TV の副社長、アナウンサー。元東日本放送アナウンサー。徳島県徳島市出身。夫は、アリ TV の代表、佐藤孝之。愛称は、浜ちゃん及び、浜さん。玉川大学文学部英米文学科卒業後、2000年に、KHB に入社。主に情報番組の分野で活躍した。 2008年4月10日放送の裏影の冒頭にて結婚し、さらには妊娠していることを発表。7月5日、ゼップ仙台にて開催された裏影祭りにて、カズシックとジョイス、そして彼女自身による作詞原案による共作で三級にかけた三級ソングを当日の裏影祭りのエンディング曲として披露。これを機に約1年間の三級に入った。 2008年8月23日、裏影ホームページ内、楽屋裏にて、女児出産を報告。2009年8月3日、産休を終えて仕事復帰した。2011年8月限りで、KHB を退社することを、KHB 公式サイト内の自身のブログで発表した。2011年9月から、アリ TV で活動を開始した。ありがとうございます。